とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はこれ、使ってみようと思います。はい。機械仕掛けのショート棒に、輝くローブのクールダウン4、ポーションバリアだね。そして、エレメントのカバンを2つ。まあ、カバンビルドなんだけども、まあ、クールダウン4と、機械仕掛けで、超高速化してる感じだね。クールダウン5でやった時は、ものすごいエグかったのよ。でも、耐久力がないので、そこを、ポーションバリアで、なんとかする。これちょっと使ってみましょう。多分、いけるんじゃない？それでは、行きましょう。カボチャですね。プレイヤー速度が 20% 増加して、全部スケルトンになるのか。で、衝撃を持ってます。問題ないでしょう。あ、ちょっと待って。連射が効いてなかった。あ、何？変更？変更でしょ？多分、変更だ。あ、もう、変更にはね、もろ弱いっぽいね。変更に弱いか。結構厳しいな。ちょっと矢を増やしてから行きますね。954本。まあまあいいでしょう。954本あれば、多分、こと足りるかな。うん。で、今みたいに急な変更が来たらさ、いや、やられるね。この、発射速度だから、どうしてもやられるんだろうな。なので、やっぱりそれの事故をなくすためには、やっぱりね、263が欲しい。251だったら、もう気づいた時にはもうやられてるっていうことが多いんで。ちょっと、あー危ねえ！危なー！今みたいな時を、ちょっと待って、変更、いっぱい来たな、今回。変更ってなんかね、来て欲しくない時結構いるんだよね。なんかそういうもんだと思う、変更って。オッケー、いた。じゃあ、あ、いや、キャプテンじゃなかった。いた。どこだ？あ、いたいたいた。オッケー、ただただ通り過ぎるだけで倒せる。うん、いい感じ。はい、脅威。で、もう一丁脅威。奥には、あ、まだいる可能性はあるな。いるね。いいぞ。お、いった。いった。めちゃくちゃ食らった。なんだ、あ、モブ速度だね。モブ速度はモブ、うわ、いった。おいおい、やけどにも弱いな。あ、でももうこっちには敵はいないので、進みましょう。いやー、いや、急なやつには弱いな。ちょっと待って、これさ、ポーションバリアをずっと張ることができないんで、やけどとか、あと、帯電とかにも弱いね。カバンでね、リフレッシュが発動したらいいんだけど、カバンじゃ発動してくれないんだ。かといって弓でもこれ倒せないし、いや、倒しちゃいるかもな。いやー、でも違うね。やっぱり気をつけていくしか、方法は、あぶねえ！また変更、あぶな！ちょっと待って、今回変更多すぎだって。嫌がらせのように変更がたくさん出てきますね。はい。ではまあまあまあ、調整イベント行きましょう。変更出るなよ。で、矢が916本。いやー、まあ、多分これぐらいあればいいでしょう。あの、無限が入ってるので、そこそこで大丈夫なんだよね。無限ないと多分3000本ぐらいは必要かもしれないけども、無限があるとだいぶマシなんだよね。よし、行こう。でもやっぱりこれはね、カバン弱体化っていうのは痛かったんだな。昔はね、カバンよく使ってたもんね。強かったもん。それが攻撃範囲がこうなって、やっぱだいぶ変わった。
はい、まあまあ進んでいきましょう。変なの出てくんなよ。お、キャプテンいた。こっち。いや、いた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 。じゃあただ通り過ぎるだけで OK。 なんだ、10% 略奪者に変わるっていうやつか。危ねえ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 。やけど危ないよ。いや、攻撃範囲本当に短い。やけどの輪の中に入りそうだもん。しゃ、オッケー。危ない。なんかダメージを受け出したなーっていう時には即、あーいった。ポーションバリア使わないとやられる。流れ込む魂ではちょっと追いつかないね。やっぱりそれぐらい高速で先に進んでるからだろうね。先にガシガシ進んでるから、ちょっと気づいたぐらいではやられてしまう。そろそろおしまいかな。うん、危な。回転がいるね。重力パルスもついてる。で、矢が627本、まあまあそんぐらいありゃ十分でしょう。全然足りると思います。まあ、加速を 100% 維持しながら、いや維持すると結構燃費悪いね。よしよし、やばいやばいやばい。やけどがいる。こんだけ旗取っててやけどが来ると痛いぞ。どこだお前か。よし、残り400本大丈夫でしょう。こんぐらいあれば。いや厳しいか。大丈夫ね。あと強襲もあと2ウェーブぐらいで終わりそうなのでいけるかな。よし、この加速 100% の時の火力っていうのがすごいんで、そこを維持しておきたい。終わり。まあまあ1000本最初作れば足りるかな。うん、まあ実際使うのは1500本ぐらいと思うけど。はい、ということで今日はね、機械仕掛けのショートボウ、そして輝くローブのクールダウン4にポーションバリアでカバンビルドやってみました。強いねやっぱりね。雷がもう高速で降り注ぐんで火力はある。でもその分ものすごい速さで先に進んでいくんで、それに対応していかないのきゃいけないので、注意が必要。ポーションバリアがもうちょっと早く使えるようになればいいんだけどもね、ちょっと難しいかな。はい、まあまあ周回するには良さそうです。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。